はい、今週のイベントというよりも今回はコラボだね。サンリオキャラクターズコラボガチャ登場ということでね、サンリオのキャラクターとのコラボ、キャラクターはこんな感じ。どうやらね、初期 SSR が1人、初期スーパーレアが2人、そして初期レアが3人のイベント、そしてこれバトルの方が、それぞれの進化オーブがドロップするイベント、スタミナも5、しかも難易度も簡単なんで始めたばっかりの人でも、オーブを集めることが完了。そして当然のごとく上級がクリアできれば初級もクリアできるけども、上級はね、オーブもらえないから正直やる意味がないんだよね。まあとりあえず今回はどんなイベントかを見学するかのようなプレイになりそうだよ。正直簡単なんでどんなメンバーでもクリアできるよ。はい、 BGM も特別仕様、さすがコラボ、力が入っている。まあね、といってもまずそもそも専用のキャラクターを出さなきゃいけないから、一度はガチャを回さないとダメだねっていう。ガチャで出たら初級をいっぱい頑張ろうっていう。まあメンバーは割とどうでもいけるよっていう。なんと敵のモデリングもサンリオコラボしよう。キティちゃんっぽい。なんか巨人がね、どっかのテーマパークとかにいる帽子かぶってる人みたいになっちゃってる。こういうキャラクターものの帽子かぶってる人いるよね。まあ、草薙短期である必要は全くないから、どんどん出していこう。もうダークシールドがね、ダメージが全然通らないから。と言っても圧倒的に簡単だね。なんだろう、ランク10ぐらいの人でも上級余裕なんじゃないかな。まあさすがに全員が10だったらきついかもしれないけど、ディアリンはねハピネス高いから入れてるけど、正直それなりにレベルが高いなら騎士すらいらないよね。はい、ハーピー、ハーピーもキティちゃん仕様。むしろこの難易度のイベントにみんな強いキャラ持ってきてるなって感じ。オーダー入ります。さあ、そしてボスウェーブ、音楽も特別仕様だ。イヤリンいらないな。出てきた瞬間の集中砲火、耐えられるかな。耐えられちゃってる。ほんと倒されるのを見るだけだね。クレースさん強いっす、めっちゃ強いっす。さあボス、きたー。ボスはしびれるね。お、1000ぐらい。俺も行くぜ、切り捨てごめんだ。クリア。お、ハピネスボーナス。なかなか高い人が揃ってたな。
はい、というわけでね、コラボステージは特別仕様。逆に今回始めたばっかりの人は、上手い人もアイテムのために来てたりするんで、このコラボステージの全国回すといいかもしれません。何よりスタミナも少ないしね。さーて、それじゃあ行きましょうか。まだね、ガチャは引いていないんで、今回のコラボ専用のガチャが出てるんだよ。詳しく、キャラクターコラボ限、コラボガチャ限定ヒーローじゃない、出現ヒーローだ。 SSR はティキ、SR はヘレン、アップル、そしてレアがクロナ、クラン、ファミルで、この5キャラしか出ない。そして SSR 率が 5%。 さあ出るかな。出なかったらあんまり初級回す意味なくなっちゃうな。それじゃあ行こう、10連ガチャレッツゴー。来い、一発、よし金、来い。一発目は SR、ヘレン。銀だ。パレードが始まるよ。クラン。来た、すごいヒーローが来るかも。来い、来い、さらに、さらに。かわいいキティと一緒なの。アップル。SR 組は2人とも出た。甘いお菓子を召し上がれ。ファミル。甘いお菓子を召し上がれ。銀。甘いお菓子を召し上がれ。銀だ。4連続。パレードが始まるよ。ダメだな。一応これで SSR 以外は出た。来い、来てくれ。パレードが始まるよ。ダメか。というわけで SSR 以外は出てくれた。まあね、この機器はね結構強いんだよね。攻撃速度が2倍になるが攻撃範囲が狭いっていうのはラッセルとかベオと同じだね。そしてオートヒール持ちなんで、ほとんど騎士の代わりに使えるのかな。最大ヒットポイントが3600だからそれなりに硬いね。でスキルが中攻撃2回連続、これがまた結構強いみたい。でも出なかったな。なんと 5%。 出ない可能性は 0.95×、 じゃあ 0.95 の10乗か。まあ出なかったけどね。さて進化玉どんな状況かな。で見れないかこれじゃ。アイテム一覧、素材のみ、新しい順、 OK。そもそもティキのオーブ1個も出てないな。まあどっちにしようがね、これで結構初級を回さなきゃいけなくなったね。1キャラ1回分ぐらいの進化をしてもらいたいということで、じゃあ1回だけ初級の方も回しちゃおう。当然だけどさっきやった上級より初級の方がよっぽど簡単。最高ハピネスチーム作ってたかな。いないな。こっちの方がハピネス高いか。129だし。正直簡単だからね、どんなチームでも楽勝なんだよ。でも遠距離向こうのダークシールド系が多いから、まあ通常チームで行こうか。
なんだろう、今回のコラボで始めたばっかりの人がいっぱいいるかもしれないからね、ちょっと手抜きすぎるのもまずい。いや、手抜きすぎても一人でもいけそうなレベルだからな、初級は。まあそういった意味では、難易度はぬるぬる。もう一つ上の難しい難易度も欲しかったなーってちょっと思うよね。全キャラ分のオーブを集めようと思ったら大変だからね。よし、バランスのいいパーティー編成を組もう。結局コラボガチャ引いた人はね、この初級やらなきゃダメだからね。あ、一人落ちた。超レベルの高い人と逆に超レベルの低い人が入り混じる恐ろしい状態になっている。どこにも攻撃できるようにこの辺にするか。こうだな。抜けられてる抜けられてる。あ、いたいたいた。アスク。太陽の加護をその身に。二人目落ちた。明らかに少なかったもんな。ここ長いから。多分大丈夫だと思うけどな。メテオメテオ。ザコに抜かれるのが怖いからな。マックスコンボやってるな。そして最後の最後で沈黙状態で失敗してる。確かね、オーブはね、最後のウェーブの敵が全部落とすんだったかな。太陽の加護をその身に。太陽の加護をその身に。太陽の加護をその身に。まあ大丈夫だろう。さあボス、楽しませてね。お、落ちてる落ちてる、どんどん落ちてってよ。なかなか強い。1600を2回。ドロップも悪いな。さあこれを全員進化オーブを集めるだけやらなきゃいけないのはちょっとしんどいところがある。まあスタミナ消費5しかないからね、何回でもできるんだけど、その何回もするのがね辛いよね。ランク1か。ランク1はもうちょっとさすがに一人用モードしてからの方がいいんじゃないかな。はい、というわけでね、今回はコラボステージ&ガチャっ
ということでね、まだ他のイベントも残ってる上にちょっとオーバー集めしなきゃいけないから大忙しかな。まあ今回はこの辺にしておこうと思います。それではまた次のイベントでお会いしましょう。